はい、ということで皆さん、動画ハンタワーディフェンスにアップデートが入りました。いつもは動画撮った後にアップデートって感じなんですけれども、まぁ、ちょっといろいろなハプニングがありまして、動画撮影が間に合わないと、リリ長および リリ長編集チームが過労死してしまうということで、ちょっと申し訳ないけど、アップデート入れてちょうだいと、いうことで、動画には上がってなかったですね。だから少し遅れ目で上がってるんですけれども、今回ね、やっぱゴールデンウィークアップデートだったんですよ。まぁ、この動画が上がってる時はゴールデンウィーク終わってるんだけど、まあ、かなりね、ちょっと力を入れようということで、弟くんもね、かなり燃えるに燃えていて、できたものということになります。ビーン、ちょっとこっち来れる？ビーン。え？ちょっとなんか、太ったね。あんた、めちゃくちゃ激太りしてんじゃん、なんか。食いすぎたって、すごくないこれ。あ、弟くんの服を着たってこと、待って、これ弟くん食べたってことじゃん。これ弟くんのやつでね、クリームまんじゅう。そう、なんで夏なのに冬着が入ってきてんのか、合成？なるほど。弟くんとビーンを合成しちゃったんだ。今日弟くんいないんだよね。なんかほら、弟くんっぽい人はいるんだけど、弟くん自体はいなかったんで、ああ、そういうことなんですね。ね、兄さん。今回ね、頑張ってくれました。はい、あとで裏の話もします。弟くんガチ焦り。19時アップデートにもかかわらず、アップデート10分前に、回線落ちです。はい、弟くん回線落ちで包みました。それによってアップデートが遅れるというようなハプニング。もう弟くん激焦りです。っていうのが、ま、いろいろハプニングがあったんですけれども、弟くん今回何が追加されたん？簡単に言うと。あ、これ？あ、どれから説明したらいいのかわかんないんだけど、右上のアップデートを見ていこうかなと。で、今回から看板じゃなくて、こんな感じでアップデートデータみたいな、書き方になりました。まず、出ました、リトンタン。これレアって書いてあるけど、エピックですね。エピックリトンタン、フィッシャー、アバツキ。なんでこのネタ知ってんの？深海魚アバツキの方が良かったのかな？うん、フォートナイトから知ってる視聴者からすると、やっぱ深海魚といえばアバツキだったんで、まあ、少しちょっとずれてる気がするんですけど、まあまあいいでしょう。フィッシャーアバツキ。で、イカダカバサブ。はい。が水上限定キャラとなっています。通常キャラに、ハヤプトン。で、合成キャラに、シップトン。水上、シップトンだって。で、カキキャラシドマメノ。で、新マップリリーズアクアリウムが追加。はい。で、新機能、ユニットタイプ。で、この水マークがあるキャラは、水上のみ置けるということになります。シドマメノ。火力は、ゲーム内最強ですが、一度設置したらそのサーバーにいる限り、二度と設置ができません。ということです。下二人は誰か？シップトンとシドマメノ？いや、知らないの、ナオくん。シップトンとシドマメノ様だよ。知らない。何年ロブロックスやってんの？ありえねえって。ちょっと失礼だよね。リンゴのくせに。次回追加されちゃうな、よくリンゴで。おじさんがわかんない。はい、ということで説明していきましょう。まず、シップトン。これですよ。みんなほら、目の前にあんじゃん、シップトン。明らかですよ、これ。船だよ、船。これが追加でございます。ただの船やんって、原型がない。あるだろう、俺動画書いても。この色だよ、色。色とかこの形からあるだろうが、お前。ケケライラって言っちゃダメだろ。失礼だぞ、これ、ご本人様に。はい、こちらが、シドマメノンさんですね。かっこいい。魔法陣でかすぎるんだよね。まあ、皆さんこれ動画班は知ってると思います。動画の撮影あれ、ボツになっちゃったんだけど、ちょっと改めて撮り直してるんでね。こちらが課金決定キャラでこちらです。はい、3体目、シドマメノンと、いうことになっています。こちらね、やばいのが、ダメージが100万っす。リトルとかの時もダメージ100万だったじゃん。でもあれは実装されなかったんですよ。今回はダメージ100万で実装されてます。はい。なので、まあ、ぶっ壊れです。っていう風になっていますね。ただちょっと値段が高めだね。ほら、トキシックスワンコとかに比べてちょっと高め、強すぎるんでっていう設定にはなっています。なので、まあまあ、これは自己責任ですね。買うかないは皆さんの判断で買ってください。はい。ということで、以上のものが追加されたので、今回はそちら全部使っていこうかなと思いますんで、チャンネル登録とですね、高評価していただけると嬉しいです。はい。ということで、じゃあ、やっていきましょう。まず、まあ、シドマメノは後回しにしましょう。一旦、このイカダカバサブとか、シップトンとかをね、使っていきたい限りでは、ありますので、弟くんちょっとさ、全体的にキャラくれない？ちょっと。はいはい、来ました来ました。はい、ああ、用意周到。はい、2体ともくれてます。これ何の意味なのかっていう感じなんですけど、はい、もらいますね。まあ、ミシックとかね、エピックとかなんで、まあ、当たりづらいっちゃ当たりづらいんですけど、はい、まあ、かなりいいんじゃないでしょうか。まあ、前回がね、コモンとかアンコモン多かったからね、ドゥードゥルクレートで。はい、ということなので、一旦こちら装備していきますね。はい、まず、イカダカバサブ。こんな感じになっていますと。DPS2150。まあ、ミシック。
くなら妥当かなっていう、はい、感じのキャラですね。もう13人ですね。まだ13人しか持ってないんだよ。はい、来ました。深海よりトンタン。これエピック。これ700体なんで結構持っていますね。で、出たハヤプトン。これもまだ14人。はい、さすがにまだアップで入って24時間ぐらいしか経過してないんで、まあ大体このぐらいの数になっています。で、フィッシャーアマツキでございます。はい、こちらですね。はい、こちらを使っていきます。で、あのね、動画班、こちらキャラ合成ね、せっかくキャラ合成追加したのになかったじゃん。今回ね、追加してもらいました。シップトンですね。シップトンが合成キャラになるんですけど、どうやって作ればいいんですかっていうのがわからないんですよ。この動画が上がるまでわからなかったと思うんだけど、至るところに、ヒントを散りばめてました。おととくまずどこに入れたんだっけ？そのシップトンの作り方が書かれたレシピをね、エリアに散らばらせといたんですよ。はい、そうですね。水族館のマップ内に、このシップトンの、あのレシピ、あの、あるみたいな、後で見ていきます。かつ、じっくり見た人しかわからないんだけど、ここですね。はい、マップのところ来てください。ここで、はい、ここです。スクロールしてもらうと出るようになっていました。気づいた方いましたか？はい、このキャラとこのキャラをフューズ合成するとゴッドリーができるよと。新キャラのイカダカバサブとハヤプトンだね。こちらの2体を組み合わせることによって出ました、シップトンと、いうことになります。さすがにまだ誰も持ってないんだね、ゼロイグジスト。さすがにね。まあ、入手法がわからないからね。まあ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 、いいんじゃないんでしょうか。ということなんで、新しく追加されたやつを使っていきます。はい。ということで、じゃあやっていきます。水限定キャラが、今回追加されたんですよ。で、これどういうのかっていうと、ここです。はい。エリアの水が置かれてるとこじゃないと、置けないんですよ。だから、ここしか置けません。ただ、ほら、だから泳いでるじゃん。なんか集合体恐怖症が気持ち悪いって言いそうな見た目してんな、これ。なあ、すげえなんか手とか足がブツブツやぞ、これ。はい、深海魚リトンタン。はい、こんな感じで、はい、水のエリア内で攻撃してくれます。これ多分初めてだよね、動画ハンターワディフェでは。だから他のところにも置けないんすよ。っていうのが、まあ一個問題点なんですけれども、あ、水エリアで、活躍するという感じ。で、まあ、弟くんにも言ってるんだけど、次回のアップで以降ね、他のエリアにも、例えばそういう水たまりとかね、ちょっとまあ、このキャラが置けるように、まあ、何マップかはちょっとしていこうかなって考えてはいるので、はい、まあ、そこら辺は皆さんお楽しみにということですね。まあ、一旦今回はこれだね。面倒って。じゃないとお前、せっかくこのキャラ作ったのに、このマップじゃないと役に立たんとか出てきちゃうよ、弟くん。うん、だからまあ、次回以降。まあ、空いてる時にね、やっていくという感じになりますね、はい。今の環境はリトンタンが一番すごいだって。あー、そういうことか。このエリアでは、水系のキャラを1体設置するみたいな、配置するみたいなイメージ？だから、その水キャラだったら、まあ一番当てやすいリトンタンがメタキャラになるみたいな感じか。まあ、エピックだからまあまあ強いしね、普通にね。誰か出せる？新キャラ。ゲコくん、ニッチャ出せる？どれが出せる？いえ、出していいよ、じゃあ。はい、出ました。追加されてなかったやつですね。ハヤプトン、クリプトン、ハヤブサ。おとくん、これすぐできたよね。クリプトンハヤブサはね、これモデルがこれなんで、ぶっちゃけね、これなんで、だからこの攻撃のやつだけ作ればいいみたいな感じだよね。家自体はね、もうそのまんまなんでね。まあでもね、ミシカルだから十分強いよな。大量に置いたら住宅街ができる。イカダカバサブのとこまでたどり着けないからさ、ちょっと家売ってほしいわ、ちょっと。さ、来ますよ。イカダカバサブ。いいね。カバだからさ、イカダいらないと思うんだけど、どう？ねえ、イカダなしでも十分活躍できると思うけど、うちのカバちゃんはね。はい。まあ、こんな感じになってます。だから、水限定のキャラ意外に強いんですよ。まあ、エリアがね、もちろん制限されてるんですけど、その分強い。出たー！フィッシャー泡付きでございます。帽子やばいだろ、これ。これ、背中の骨折れてるぞ、絶対。もう 100% これ背中の骨折れてるからね。はい。で、このボスのナオクに倒しても、はい、攻撃をしてくれるということです。はい。全然フィッシャーじゃないよね。うん、釣り竿っていうよりは、天月自身が突っ込んでるみたいな感じなんですけれども。で、残り一つがこちら。シップトンでございます。これも出しましょう。これがね、まだ誰も持っていないキャラクターになるんですけれども、まあ、ゴッドリーなんでね、当たる確率はかなり低いです。まあ、一週間後とかに、まあ、50人とかも出てればすごいのかもしれないけどね。まあ、逆に言うと生配信でま、2、3人に渡すとかはできるんでね。はい。まあ、よかったら生配信にも来てください。強いんでしょ、ちゃんと。ほら。ちゃんと大砲撃ちやす。ただやっぱちょっと今の段階じゃクールダウンがね、あるので、まあ、弱めかな？
すごいよね。だから今回よく頑張ったなと思った。何から話せばいいかってわからないぐらい話があんだよ。あの弟くんに関して、ほらニットさんとかね、ヒョワンセくんとか、まあのんきにやってるわけじゃん。ゴールデンウィーク過ごしてたわけでしょ。あなたあんまり見なかったよ、ヒョワンセくん。ゴールデンウィーク旅行かなんか行ったの？楽しんでた。何をや何をだよまあまあまあね、あの休暇も大事だからね。いくら動画班といえど、毎回毎回撮影に来るとちょっとね、メンタル病んでくるんでね。ずっとベッドウォーズしてたよね。まあまあ一人の時間も大事ですからね、動画班はね。はい、まあそれはいいとして、まあ、弟くんもね、アップデートを入れたいと、あの週1アップデートをね、入れたいと弟くん自身が言ってるので、じゃあ今回も入れようということで、まあ、こちらね、水族館アップデートになったんですよ。で、数日前に一回撮影実はしてるんですよ。なんだけど、その時ちょっとね、あのビーンだね、これから出るあのビーンをあの使ったんだけど、まああのバグとかが多くて、はい、あの全然あのこれちょっと厳しいなって動画ボツになったんですよ。その後に、じゃあアップデート入れようってなって、その土曜日連絡が入って、連絡入れたの。じゃあ今日の19時にはアップデートが入れれますみたいな、あの余裕で間に合うって言ったら、アップデート入れる、まあ、30分ぐらい前からテストプレイしようと。だからもうほぼほぼその状態があの一般にリリースされるわけだよね。まあそのタイミングで弟くん回線落ちで、アップデートが30分近く遅れるっていう。あの弟くん焦ってた。ニューロが暴れだしたって。その弟くんがね、珍しく焦ってたんですよ。あのめっちゃ焦ってて、どうしようみたいな、あの動かないって、あのパソコンがうまく動かないっつって、いや全然って嘘つけお前。でその後にまだあったんだよね。その後に次起きたのがあのビーンバグ。ビーンとかあの新キャラをトレーディングプラザに持っていくと、そのキャラが消えるみたいな感じの、なんかバグ、不具合、バグみたいなのが起きちゃって、それの連絡が入ったので、急いで、あの俺とかに連絡来るからさ、弟くんちょっとこれやばいかもみたいな、あ、分かった、ちょっと一回マップ閉じるわっつって、マップ閉じてメンテナンスを入れるっていう。多分今は帰ってきたんじゃないのかな。まあだからちょっとあのキャラ消えちゃったよみたいな人は、あの応募フォームにね、送ってください。はい、応募フォーム、対策フォームみたいなのがあるので、そこに送ってくれたら対応される可能性がありますね。はい、全員ってわけじゃないんですけど、よろしくお願いいたします。大変だったね弟くんね、っていうのがあってできたアプレなので、よかったら皆さん、あの拡散をしてね、遊んでほしいっていう次第ではある。あと驚いたのが、弟くんあれだよね、イカダカバサブとかシップトン出す予定じゃなかったでしょ。俺が聞いてたのは深海魚リトンタンとビーンだけだったよ。また弟くんの、まあいいとこでもあり悪い癖が出てきたんだよ。あの直前になってキャラを追加したいっていうね、プラスアルファのことやろうとして、いつもアップデがギリギリになっちゃうんだよね。まあいいことなんだけどね、ゲームが良くなるっていう意味合いではね。3号に作らされた、まあ後で聞きます、後で。はい、というのがあったみたいです。ニットさん何してた？なんかニッちゃんね、久々に見たわ。ニットさん何してたのこの期間？弟くんがね、まあもちろんこれ自分で個人的にやってるんですけど、弟くんが頑張ってアップデ入れてる中、ニットさん何してたの？ゲームだってあーそうかそうかね、あのメンションあったよね、動画班タワーディフェンスのグループがあるんですよ。マップの景観とか、あーそういうアニメーション作ってくれたりするグループがあって、そこで弟くんあれだよね、なんか今からテストプレイするからって弁償があったから、あのそこニットさんもいるの。ニットさんも来るのかなと思ったら、ニッちゃんだけ来なかった、テストプレイに。ニッちゃんだけ。あとのメンバーは集まっていろいろバグチェックとか修正カチャカチャカチャって直前に入れてたんだけど、ニットさんは知らなかった、来る気配がなかった。テンションしたやん。え、弟くんあれは結局さ、シップトンのヒントってどこにあんの？ちょ探して、ニッちゃん見つけたら教えて。なんかどこかにね、ヒントっていうのがあるらしいんですよね。やっぱ入れないか、リリチョの部屋みたいに入れたりとかあるんだけど。あった？どこどこどこ？あー、こんなところ行けたんだ。はい、皆さんここです。まあまあ、今回動画見たからみんなわかると思うけど、一応ヒントここにありました。知っている人がいたらね、教えてあげてください。水族館の裏ですね。どうです？なんかさ、水限定キャラだけで十分こと足りてない？十分なんかやれてる気がする。シップともう一体ぐらい置いとくか。はい。まあ、水限定キャラっていうのがちょっとネックだけどね。ニットの歩き方がじわる。歩いて、ニッちゃん。舐めてんのか、お前。これ、わざとやってんだろ、これ、まして。アマちゃんを、あれ、押せねえ。あ、押せた、押せた。はい、アマちゃん強化、フィッシャー松木強化。はい、結構あるね。レンジ28だって。で、リトンタンもここに配置と。さあ、このキャラだけでは厳しいのでしょうか。はい、強化。ただ、あれじゃない？やっぱさ、家強いよね。ほら、見て。これ弟が頑張ってくれてるらしくて、あのいろんな家具を投げます。椅子とか机とかいろいろな家具を投げてくれるようにしている。そう、変な家なんですよね、いわば変な家。
さあもうこれ余裕っちゃう、これハードぐらいは余裕でクリアできそうな雰囲気ではある。あ、出たヒョワンセ君。ヒョワンセ君なんかさ、前回のさヒョワンセ縛りの動画あげたらさ、意外に低評価が多かったんですよ。動画にだいたいリリチョーチャンネルの低評価率みたいな見れるの、高評価率低評価率みたいな。まあだいたい高評価率がまあだいたいうちのチャンネル 95% 以上なの、だいたい全動画 95% 以上の人が高評価をしてくれてるんですよ。98%とか。ヒョワンセ君の動画は確か高評価が 89% とかだったような気がする。久々 90% 切ったの、低評価が。 YouTube キッズ見せないから。そうだね、なんでなんだろうね。ヒョワンセ君の声がいっぱい聞こえてただけだけど低評価がすごい多かった。照れてんのから。いや、いいよ、そのポジティブ思考。俺嫌いじゃない。そうだね、確かにね。それでは、まあ、メンタル病まれても困るからね。確かに、確かに。まあまあいいじゃないでしょうか。まあ、そういうプラスだでカーカイ持つことは悪いことじゃないんでね。視聴者にやってくれっていうのがあったからやってあげたのにもかかわらず、いざやったらやったで、あんまり評判は良くなかったですね。はい、ということなので皆さん、これが、今回追加されたキャラクターです。はい、レベマの住宅街。まあ、当ててる人まだ少ないんですけれども、当てることさえできれば、こういうことができると。で、なんならこのキャラって、この水族館以外でも使えるんでね。まあ、よかったら皆さん使ってみてください。じゃあ皆さん、今回のまあメインディッシュみたいなキャラクターの紹介をしたいので、一回戻りましょうか。ロビーに。問題のキャラが一体いらっしゃるんですよ。こちら、シド豆脳でございます。ね、これね、非常に問題作。なんなら、過去一じゃない？動画ハンタワーディフェンス上、最も、やばいキャラクターになっている。で、ちょっとね、これ説明ちょっと忘れてたんですけど、これまだ書いてないのかな？シド豆脳ね、あまりにも強すぎて、レイドのボスいるじゃん、ヒョアマジオス。あれ、ワンパンっす、あれ。あれ、ワンパンしちゃうんで、レイドだと使えないようになってるみたい。あとでちょっと看板とかで書いてもらおうと思います。ここら辺にポーンって、ここら辺に置いといてもらいます。レイドで使えたら、そう、ぶっ壊れになっちゃってるので、レイドは使えません。だから、次回以降、ヒョアマジオス以降のレイド戦あんじゃん。でも、ちょっと禁止かな。すいません。ちょっと、レイドはね、さすがにやばかったですね。あと、あれ、ずっと言ってた、視聴者を、レイドで登場させるっていうアップデートも入れてます。多分、アップル内容にちょっと入れてはないと思うんですけど、なので確認してみてください。これもちょっと ID 貼っときます。これ定期的にやります。ちょっとローテーションでいろんな視聴者、敵キャラにお届けに入れてもらおうかなと思ってるので、まあ、次回以降の生配信とかに来てもらえれば、レイドのね、新キャラ、敵キャラとして、皆さん、遊んでる皆さんが登場できるという感じ。まあ、視聴者参加型みたいなのを定期的に行おうとは思っています。はい。なので、じゃあ、動画班行こっか。シドマメノは、まず、攻撃力100万なんですよ。それのヤバさを今回見せたいかなと思います。ただ、3万円。これを使うためには、3万円貯めないといけないので、序盤はちょっと動画班、頑張って耐えしのいでいろんなキャラ出していいから。で、シークレット追加要素があります。参考パイセン。なんか歩き方が気持ち悪くなってるんですけど。はい。参考パイセン、じゃあいいですか？一体ね、実は作ってるんですよ、キャラ。そうなんです。やばいキャラが、追加されてます。ちょっと出してもらえる？ちょっとまずは、まあ、見た方が早いと思うんで、視聴者の皆さんには。500円貯まったら出せるみたいなんでいきましょうか。ごめんなさい、キャラクターが更新されてなかったんでやり直しました。はい、参考パイセン、じゃあここら辺に出してもらいます？制作者限定キャラクターです。ブロフルでいうトリプルダークブレードみたいな枠なんだっけ？危ない宗教って。新偉人建設。はい、ニットさんはハゲてます。ということで、こちら、偉人建設っつって、ロブコンだね。ロブラボさんのイベントがあったの、マップ。はい、マップ制作イベントがあった時に、3人いたじゃん。それが偉人建設って言うんですよ。こっそり隠れて出たんですよね。で、今回は、辞めたメンバーもいらっしゃるので、その辞めたメンバーの枠にニットさんが入って、新偉人建設という形になりました。はい。こちら、見てみる？ステータス。ダメージ1200っす。やばいな。これおかしいだろ、これ。このマップ作ったメンバーで作って、やばすぎやろ、お前1200って。お前、ぶっ壊れだろ、レベル1から。絶対やばいだろっていうことなんですけど、皆さん。制作者限定なんで安心してください。俺も並んどこって。出たー。あ、ラドンくんじゃあ、ニッチョさんの横に行って。はい、来たー。はい、ウルトラ偉人建設ね、これ。なんかさ、宗教勧誘みたいな感じになってる。ナオくんとラドンくんが宗教勧誘してるみたいな感じになってるんですけど、これ動画班っていう動画班全員のキャラを作ろう。めちゃくちゃ面白いじゃん。あれだね、動画班っていうので、ここ全部が30人と動画班がドンって置かれるみたいな。もう他のキャラ置けませんみたいな。それ最高じゃん。あ、弟くんそういうの好きそう。あなたは今、幸せですか？
そうだね、偉人建設さん素晴らしい。服装かっこいいよね、なんかね、いいね。キョアマジオスよりでっかくなるんだ。ああ、そうだね、スペース的にはね。ドガーをさ、あれじゃない、なんか戦隊もののロボットみたいに混ぜない？左腕にラドン、右腕にナオ君の頭みたいな感じで、戦隊ものがさ、合体とかするじゃん。なんかああいう感じでドガー30人ガッチャンしない？ね、それ良くない？めっちゃ。テケテケテンつって、かっこいい BGM 流して、テケテケテンつって、ドゥ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 ーンつって、ガシャーンつって。あ、いいね。男のロマンじゃん。絶対面白い。動画班でキメラ作ろう、尊く。裏いると思うけど。次回以降のアップで動画班キメラ追加します、これ。絶対面白いって。いろんな動画班の、オラーみたいな声を混ぜて、ドラゴンボールの、ゴジータとか、ベジットみたいな感じの声にする。うん、皆さんお楽しみにということで。はい、最終強化できたみたいです。8800？ これもう、これだけでいけるじゃん、もう。これ、4入れちゃいけないね、これ。うん、これ動画でも使ったら面白くねえぞ、これ。だから、これ3号パイセンがいる時しか見れないですね。はい、皆さん。まあ、そういうのあるんですけどね。どうする3号パイセン。弱体化したやつを3号パイセンに出くわした時に渡す？なんかトリプルダークブレードってそんな感じなんですよね。ブロックスフルーツっていうゲームで、作者が持ってるトリプルダークブレードって武器があるんですよ。それは、野良サバで作者に会ったら交換してもらえるみたいな。っていうので、めちゃくちゃレアリティが高いみたいなやつがあって、それでみんな遊ぼう遊ぼうつって、マップにこもろうこもろうとか言って、あったんですよ。あー、改造してバフ系にして渡そうか。バフ系追加されてからでもいいんじゃない？だから一旦ダメージ系でもいい気がするけどね。バフ系はバフ系でまたほら、クレートがなんかで出せばいいんじゃない？はい、ということなんで、だから、皆さん、これもここに宣言しておきます。だから、マップ、野良サバにこもってたら、3号パイセンお届く、定期的に現れます。そこでいたメンバーに渡したりしていきます。こちら、偉人建設。同説1000万になったら配り。まあ、そうだね。じゃあ皆さん遊んでください。まあ、もしかしたら、同説1000人とか、同説が2000人になったタイミングで、弟くんとか3号パイセンが一時的に登場する、全然あり得るんで、はい、よかったらマップにこもってみてください。はい。私もたまに遊びますからね。よろしくお願いいたします。はい、そんな話をしつつ、さあごめんなさい、ちょっと偉人建設売れる？ビーンのためにね、もう少しで貯まります。はいはい、3万円貯まりました。じゃあどのタイミングで置こうか。ちょっとギリギリで置くね。ギリギリで敵がたくさんいるタイミングで置いた方がいいです。はい、行くよ。じゃあみんなこれ音を上げといていくよ。行くよ。はい、こちらがシドマメノンさんです。これぞ我が最強、アイアームアトミック。はい、ということで、CV ミスター・ビーンですね。ミスター・ビーンさん、声優ということで、こちらのアニメーションが流れます。って、まずアニメーションあります、こちら。はい、なので、499ロバです。はい、ちょっと高めに設定しました。キャラクターボイスビーンなんで、出演料払わないといけないんですよ、ビーンさん。もう声優さんだから。野良サバでやられたらおもろいけど、迷惑すぎる。ただ、ラドン君、もうキャラ、使えません。これ以降、この試合で、ビーンを出せることはないです。1試合につき1回オンリー。で、もう、これ、役に立ってない。クールダウン100秒と書いてるけど、これ役に立たない。もう二度と攻撃できません。だからもうこれ、置物。ゴミやんって。なので、視聴者は、これ、レイドとかで、ヒョアマジオス体力高いやつ倒せるじゃん。禁止してます。強すぎるんで。使った後は干渉用になっちゃうから、めちゃくちゃタイミング大事。ボスとかで使ったりとか、こんな強いキャラをみんな持ってるわけないじゃん。だから、あえてビーンを持って行って、友達と遊んだ時に、あ、これ今、やばいやばいやばいみたいな。タイタンクロックの時止めみたいな感じで一回ポッキリ使って、エリア中殲滅すると。いうような使い方。ただ一回ポッキリなんで、使い勝手は非常に悪い。まあ、ただこれからもしかしたら、まあ、レイドとかでも、まあ、化け物級の強さが出たりとかね、するかもしれないじゃん。マップのそもそも敵のほら、ナイトメアの上の難易度が追加されるかもしんないじゃん。うん、ナイトメアの上、まあなんだろう、ヘル、地獄モードみたいなの追加された場合は、まあビーンとかが活躍する機会があるのかもしれないですね、これ。これやばいっす、これ普通にね。じゃあこんなもんですかね、以上、今回のアップデートでした。難易度、制作者用。そうだね、そういうの追加するのもありだからね。まあ、全然我々のゲームなんで自由にやって OK だからね。ちゅうことなんで、こんな感じでね、動画班の意見を取り入れながら、視聴者の、考えとかを取り入れながら、どんどんアップデート入れていきたいかなと思いますんで、コメント欄でね、こういうアップデート入れてほしいってのがあれば、教えてください。で、バグとかがあったら、コメント欄とかじゃなくて、報告フォームで言ってほしい。全く関係ない動画に、そういうコメントあったら一応ブロック対応っていう形で、やらせてもらってるので、報告フォームからやってください。関係ないコメントあると視聴者冷めちゃうしね。
動画ハンターで見てない視聴者もいるんで、まあ、その人たちのことを考えて報告フォームで、しっかりと指定のフォームから報告するようにお願いします。はい、ということで今日の動画終わりです。皆さんお疲れ様でした。使ってみてねー。